皆さんおはようございます。マーティン、ダーメャクー、ボーイ、キンタクです。発達とローカル理解、今度は発達段階についてお勉強しましょう。発達の過程について、発達現象や特徴を示す区切りですね、発達段階だそうでございます。これはね、いろんな現在ので言うと、人間は一生涯発達し続けると、発達障害、障害発達の考え方をもとに、誕生から死に至るまでの過程をいくつか区分して、各段階における発達の特徴を理解する方法があるんですね。 まあ、赤ちゃんの時期は乳幼児、乳児期、子供は児童期、青年は新期、青年期、大人は成人期、高齢時期は老年期、いろいろ分かれるんです。いろいろありますけど、個人的なパーソナリティ、家族や地域の環境、社会状況、文化の影響によって異なるんです。ピアジェとフロイといろいろありますけど、ちょっと勉強します。ピアジェはですね感覚、運動期、生後会に際は、まあ、おもちゃを振って音を出すように感覚や運動の動作を通して環境に適応します。 前装作期7歳後までは、物を見え方、見かけによって変化されますよね。ごっこ遊びのように、えー、イメージを用いた象徴的活動や思考ができます。具体的捜査期は10歳後までは、保存の概念が成立し、見かけの変化によって惑わされない思考ができます。具体的なものに対しては論理的な思考ができるんです。そして、軽相的捜査期は、抽象的な概念理解や論理的な思考ができるんです。はいと、 更新期、前後から1歳までは本当に更新から快感を得る時期快感肛門期は3歳後までで、えー、いろいろ肛門から快感を得る時期ですこれははい断,断念期は5歳後まではあのエスエディスプスコンプレックスが特徴となる時期です、はい、潜在期は11歳後までは色の安定状態エネルギーですよね、はい、正気期は間異性を愛するエネルギーなんですはい出現するんです以上ですバイバイ